はい、ご覧の通りね、飛行機がね、止まっております。ここは羽田空港。ポイントやね、こんな感じのとこ、ずん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 歩いていきます。まあ、基本的に潮が大きく引く日しか来ることができません。隠れたポイントって感じですね。はい、ようやくですね、ポイントにたどり着いたんですけども、この中に割とおります。会いました。ボサエビです。正しくは指長筋エビっていうふうに言います。まあちょっと取ってみるかね。入りましたね。いや大きいよね、これなんか大きいんだけどさ、大きいんですけど、指長筋エビってもっと黒いんだよね。これあれだ、白田エビだ。白田エビいるの？いや、いるか、いるよな、そりゃ。これですね、有明海とかそっちで人気の高いエビです。まあ、汽水域、やっぱ川の河口とかに多いエビですね。あれ？でもボサエビがいると思ったんだけどな。なんか他のも全部これ白田だな。まあいいや、これも美味しいエビなんで、これちょっと集めていきましょう。いっぱいね、集めていけばね、ボサエビ入るかもしれないし。どりゃ、いやー、全部白田だなこりゃ。さて、もう一回、よいしょよいしょ。さてさて、どうでしょうね。お、いいじゃない。ふう、めっちゃ入ったじゃん。あ、しかも大きいの入ったよ。嬉しいですね。はい、これなんかさ、ちょっとした芝エビぐらいあるじゃないですか。いいね、いいね。もしかしたら玉川今増えてんのかもしれないね。ご存知かもしれないですけど、玉川って今ちょっと上流に橋かけてんですよ。川崎市から羽田空港に、その工事で細かい泥がちょっと増えてんのかもしれないですね。そうすると、有明海とかと同じような環境になるんで、このそういう細かい泥を好むタイプのエビが増える可能性はあります。だからボサエビが減って、これが増えてんのかもしれない。いやー、こことかめっちゃいるな。基本的に岩陰みたいなとこが好きなエビみたいですね。今適当に網入れたらすげー入ってちょっとびっくりします。見てこれ、しかも一匹一匹結構でかいんだよこれ、全部5-6センチ。いやー、もうこれ極めた感あるでしょう、完全に。まあ一網でじゃないですけど、でも2、3網ぐらいでこんだけ集まりました。まあこの白田エビに関しては、まあボサエビとかもですけど、漁業権的なものはこの辺ではないです。有明海の方では利用するから、もしかしたらあるのかもしれないけど、でもここは河川じゃなくても分類上海なので、夜間にねこうやって取るのも OK です。はい、市販もされてる美味しいエビなので、今回はね非常に嬉しい獲物ですね。非常にね、非常に気がよろしい。あ、ダメだ、スイッチ入っちゃった、スイッチ入っちゃった。危ない危ない危ない。はい、普通こういうちっちゃいエビってこうカリッと揚げて食べちゃうことが多いんですよ。なんですけど、せっかくなんでもっとエビらしい料理をしてね、その味のポテンシャルを見てやろうかなと思うわけですね。そう、そういえば取るときにね、自分最初これボサエビでって話して、あれボサエビじゃなかったみたいなこと言ったじゃないですか。なんですけど、どうもね、ボサエビっていう表現自体が結構なんて言うんでしょうね、定まってないというか、まあ、いくつかの河口に住んでいるエビですねの総称らしいんですよ。指長筋エビっていう種類のことをボサエビと呼んでいるのは、浦安とかそちらの地域らしいんです。なんですけども、あの辺りでボサエビって言ってるのは、どうもいくつかの種類があって、そしてメインはこの白田エビ
なんじゃないかという気がしてるんですね。なのでおそらくこれはね本当にあの勘ですし、まあ漁師さんに聞かないとわからない部分ではあるんですけども、羽田周辺でオサエビって言ったら多分ほとんどがこの白タエビのことであるんじゃないかと思うわけですね。でそのまあそういうふうに判断した理由のもう一つが、そのともかくこの羽田のボサエビは味が良いっていうことがよく語られるんですよ。なんですけど他の地域のボサエビって味が良いって話が一切ないんですよ。っていうか食べたっていう話もないんですよ、どうも。つまり何が言いたいかっていうと、これこそが羽田のボサエビなのではないかということです。この白田エビこそが結局は自分はターゲット通りのものが取れたんじゃないかと思うわけですね。はい。でまあこの白田エビの特徴はですね、非常にですね透明です。他の川エビ、スジエビ類ってもっと黒いんですよ。この白田エビに関しては非常に透明度が高いです。で、これがですね、死ぬとどうなるかっていうと真っ白になります。これなんか死んじゃってるやつなんですけど、真っ白になるんですね。で、まあともかく色が白いので白田エビというふうに呼ばれているようです。で、こちらがですね、型の良いものだけ集めました。で、結構こう見ると立派でしょ？尻尾の先から頭のこの角の先までが、まあ7センチぐらいあるかなっていう感じですね。まあ普通の川エビって呼ばれるスジエビとかと比べるとだいぶんでかいです。で、色もかなり透明度が高いです。向こう側が透けてるでしょ？綺麗にね。一番大きいのだけでも10匹以上取れてるので、これだけね、まずちょっと別の料理をね、したいなというふうに思ってます。シンプルにエビの美味しさを引き立てる、まあ料理ってなんだろうって思った時に、ちょっと思いついたのが、これです。酔っ払いエビって聞いたことないですか？中国のね、広東州とかあっちの方の料理なんですけども、広東地域の。紹興酒と醤油とニンニクのタレで、エビを酔っ払わせるんですね。エビにそれを吸わせて、ぐたっとさせたやつを食べるっていう料理なんです。でね、それをね、ちょっと今回ね、やってみたいな。せっかくこんな生きがいエビですからね、やってみたいなと思うんですね。本当はね、車エビとかで作って生で食べるパターンがあるんですけども、それはちょっと怖い。淡水のエビって怖い寄生虫がいるんですよ。ジストマとか怖い病気になるやつが いるんですね。なのでそれはねちょっと怖いので、まあどうやって食べるかちょっと考えたいんですけど、一旦ね漬け込もうと思います。漬け込んじゃおうと思います。で容器に紹興酒を入れました。で、今、生ニンニクを入れて、生姜も入れます。この辺もう目分量です。で、中国の醤油。これを入れます。ここからが、勝負です。当然なんですけど、生きが良いエビなので、暴れます。入れた瞬間、大暴れします。ちょっとずつやっていこう。ちょっとずつ。全部一気にはもう、本当に、無理だと思うので、ナムさん、あ、意外と暴れねえ。あ、やばい、暴れた。気づいた、自分たちの状況に気づいてしまった。で、これがね、結構残酷だってんで、あ、ダメじゃん。残酷だってんで、まあ動物愛護団体からそういう食べ方やめましょうよみたいな話が定期的に出てるみたいなんですけども、まあ今のところは中国人のグルメ欲の方が勝ってると。真珠に紹興酒のいい香りが広がっております。よし、入りました。で、これにね漬け込んだ状態で一晩置きたいと思います。で、だから騒ぐな、騒ぐなっつう、わー、ダメだ、もうこれはダメです。はい、ダメ。うわー、ですね、これからまず何するかっていうと、もうこれちょっとね、水が濁ってるんであれなんですけど、まあ、丸一晩生かしておいたものです。で、これらをね綺麗に洗って調理していきたいんですけど、ご覧の通りね、もう大暴れなので、一旦ねこの氷水につけて、仮死状態にさせたいと思います。
まあそうやってねしないといきなり加熱するとね、ちょっとかわいそうだからっていうのもありますけどね。こうやってね、氷水につけると一瞬でね、やる気をなくしますので、そこまでが長いんだけどね、うん、これプロのシェフはどうやって処理してんだろう。こんな感じかな。はい、というわけでですね、氷水に、少しつけておいて、仮死状態にさせた白たえびです。仮死状態って言っていいのかな。結構ね、こうやって飛び出すんですよ。強いエビですね、本当にね。この皮エビの調理にあたって一番厄介なのは、どうしてもこのエビがちっちゃいのでゴミが入ってくるんですよね。それの仕分けをね、どのタイミングで行うかっていうのが、まあ、その後の作業をこう迅速にスムーズに進めていくためのコツになるのかなと思います。で、今こうやって冷水で締めたのは、このタイミングでね、このタイミングでこうやってゴミを取りながらやっていけばスムーズかなと思ったというのはあります。はい、てな感じで、無事仕分けが終了しました。ではこちらの、仕分けしたエビにまず片栗粉をまぶします。しましたよと。カワエビという食材をですね、調理するにあたっては、まあ、ちっちゃいエビなので、どうしても殻を剥くのが難しいという一面があります。なので殻をね、美味しく、どういう風に美味しく調理するかっていうのが、まあ、この手のエビの、まあ、食べ方になるんですけど、あまり考えずにやるとやっぱりね、カリッと揚げるっていうことになってしまうわけですね。で、まあ僕もあんまり考えたくないので、カリッと揚げることも考えたんですけど、まあ、ただカリッと揚げちゃうとちょっとね、エビの、せっかくの新鮮なエビの、あとこの白たえびっていうエビのね、風味が少し失われてしまっては面白くないので、揚げるというよりは、まあ、油通しに近いような方法が取れる中華のやり方でいくことにしました。まあつまりちょっとこの多めの油で、油通しですね、揚げ炒めというか、これをしていきます。まあもちろんそのままカリッと揚げるのが、まあ、うまいんだろうけど、それはそれとしてだね。お、色が変わってきましたね。変わってきたけど真っ赤にはならないですね。薄ピンク色って感じ。なるほどね。確かにこう白いですね。加熱しても赤くならない。これが白たえびっていう名前の由来かな。じゃあちょっと一個食べてみようか。これいただきます。うまっ。うわ、何これ、めちゃめちゃうまいじゃん。殻を剥いたエビの味しますよ、ちゃんと。殻が美味しいけど殻が触るねじゃなくて、丁寧に茹でたり蒸したりして殻剥いたエビの味がする。しかもそれがめちゃくちゃ濃い。うまい。あ、うま、めっちゃうま。フィールドの水持ち帰ってきて、でブクブクしてただ生かしてただけなんですけど、全然臭くない。だから泥抜きが必要とかそういうこともおそらくないと思います。はい、火が通りましたので、一旦器に出しておいて、はい、じゃあちょっと横着してクックドゥ使います。まあもうここに書いてあるんでお分かりだと思うんですけど、エビチリをねやってみようかなと思いまして、前にエビチリなんかでやったよね。あ、セミだ、セミチリとか言ってやったわなんですけど、まあエビなんでね、エビチリやるのは問題ないと思うんですよ。で、ただ大事なのは、エビチリって濃い味付けなので、結構普通の皮エビで作るとちょっと負けちゃうんですよね。でもこの白田なら結構いけんじゃないかなっていう気がするので、はい、じゃあこれ火を通したとこに先ほどのエビを入れる。いいね。で、みじん切りの長ネギ入れる。よし、はい、これ OK。 はい、じゃあさらに、
よし。はい、それではですね、続きまして昨日ですね、紹興酒と醤油に漬け込んだ白鯛エビです。はい、じゃあ、まあ、気を取り直してこれをですね蒸していきたいと思います。本当はね、酔っぱらエビ自体は生で食べるのが主流なので、まあだからこうやって漬け込んだ後生で食べるんですけど、ここから蒸すとなるとちょっとね、あの一工夫いるかなというふうに思います。まあとりあえずこの漬け汁を沸騰させて、この残りのエビたちをうおー入れます。まあ蒸すっていうか茹でに近いですけどね、とにかくさっとでも火を通してあげると、そういうイメージです。よし、これで完成。はい、エビがですね、もうちょっとだけ余ったんで、あの残りはですね、あの煮干しにして保存しておこうかなと思います。なので、これは塩水、大体まあ海水よりちょっとしょっぱいぐらいの塩水なんですけども、これを沸かしてここにエビをざっと入れると。あんまりね、あの火通しすぎるとうまみ抜けちゃうんで、こうやって火を逆にね、その酵素の働きを止めるぐらいのイメージで、で、火通ったなってなったらこれで OK。 ザルに上げて、まあこの状態で食べたら釜揚げですね。でこれをあの干すと煮干しになるという感じです。これで1個食べてみるか。いただきます。うまい、味がしっかりしてる、めちゃくちゃ甘い、から結構柔らかいしうまい。はい、それでは完成しました。白鯛エビ尽くし、早速試食していきたいと思います。じゃあいただいてみたいと思います。じゃあこの大きい紹興酒向き蒸しの大きいやつ、いただきます。うまい、エビの風味がめっちゃ濃厚ですね。濃厚だけどちっちゃいエビだからちょっと紹興酒が入りすぎたな。一晩漬ける必要はなかったですね。これは多分 2,3 時間ぐらいでちょうどいいんじゃないかな。ちょっと頭を取って、殻がね少しやっぱ触るので身だけギュッと潰して食べてみよう。うまいね、やっぱり濃い。じゃあ続いてエビチリ、いただきます。うん、完全なる純然たるエビチリです。めちゃめちゃうまいな。あのこう皆さんにお伝えしないといけないのは、このちっちゃなエビの最大の魅力が身がプリッとしてることなんですよね。ちょっと信じられないでしょ。だってこんなちっちゃなエビで油通ししてあるのに、これ食べると口の中でプリプリ言うんですよ。プリプリ、エビの身がプリプリ言うっていうのは身がしっかりしてるってことが一つと、あと殻ごと食べてるんで殻が舌に触らないっていうことがあって、両方の特徴を持っているからこそ、そのこうやってプリプリした身が楽しめると言えるんですね。だからまあこの生の状態から調理して食べるの初めてですけど、最大の魅力は殻が柔らかいことかなと思います。でそれから手長エビほどは大きくないけど、川エビより大きいから食べ手があるということ。一方で手長エビと比べるとはるかに殻が柔らかいので、一工夫するだけで全く殻が気にならなくなること、それからまあ生息地がああいう場所なので臭みが全然ないということ、これらがね、あの魅力として挙げられるのかなという気がします。普通に中華料理屋さんでこれの定食があったら食う。1200円までは出す。貧乏だな。1500円でもいいんですけどね、その元の人件費とか考えると。でまあこれは中華とは関係ないんですけど、煮干しですね、これいただいてみます。ちょっとしょっぺ。でもこれが一番エビ濃いな。やっぱりご覧の通りね、火を通しても非常にこう白っぽくて、でよく見るとこうピンク色、オレンジ色の筋が入ってて、それが美しいですね。で風味がすごく良い。こうやって食べると色味もあって桜エビ感もありますね。だからあれですね、この白鯛エビは
桜エビと同じように食べることができますね。でもご存知の方もいるかもしれないですけど、桜エビって今全然取れなくなっちゃってるんですよ。しかもガソリン代も高騰してるでしょ。だから燃料費をかけて沖に行って全然取れないみたいなことがあるんだったら、普通にあの玉網持って小1時間わーってすくって、でそれを調理した方が SDGs な感じがあると思いますね。まあ、ちょっと話がずれてきたけど、桜エビと同じように美味しい。でちなみにこれ茹でてから干してるんですけど、あのたまたまこう泥抜きしてる時にあの飛び出て干からびちゃったやつがいて、それがこれなんですけど、すごい透明なんだよね。ちょっとせっかくなんでいただいてみたいと思います。うん、甘っ。煮干しにしてるより生で干した方がもっと甘いな。次取ってきたら生で干すか。この中だとこの紹興酒漬けがちょっと疲れすぎてしょっぱいぐらいはぐらいで、あとは何の問題もないですね。このレシピは生で食べるようだからね、ちょっと入りすぎたかな。ということで、めちゃめちゃうまいエビだということが改めてはっきりしましたね。はい、もう本当にあの一つ言えるのは、もう川エビ、一般的な川エビであるスジエビとか手長エビとかよりも美味しいです。間違いなくこっちの方が美味しい。なのであの皆さんもね、ぜひ取って食べてみてください。まあ冬にこれだけ取れるってことは、多分一年中結構取れるでしょうからね、いいターゲット見つけたなと思います。今後も取っていきたいなと思います。はい、じゃあまた次の食べ物食材でお会いしましょう。じゃあねー。